人類の歴史的偉業はしばしば過酷な歴史の過程で成し遂げられるもの。物語は第二次世界大戦の最中、ドイツ北部の小さな村から始まります。ドイツ第三帝国はペーネミュンデに戦況を変えることのできるような新しい兵器の実験を行うための実験場を建設。ここで現代の弾道ミサイルや宇宙ロケットの先駆けとなる V1 ロケットと V2 ロケットが開発されました。初代 V2 ロケットは1942年3月に製造され、イギリスを中心に多くの死者と膨大な被害をもたらしましたが、戦況を変えることはありませんでした。ペーネミュンデ陸軍兵器実験場で指揮を執ったのはベルナー・フォン・ブラウン。1945年の春には赤軍が 160km の距離まで迫る中、フォン・ブラウンは任務を放棄、偽造書類を活用し500人の技術者、科学者を連れ連合国軍に降伏。アメリカ陸軍弾道ミサイル局での数年間の調査業務に就いた後、フォン・ブラウンは1960年にマーシャル宇宙飛行センターの所長に任命され、後に人類を初めて月まで運ぶことになるサターン V ロケットの開発に当たりました。枢軸国の敗北を受けて2つの敵対する勢力が生まれました。ソ連と北大西洋条約機構です。こうして冷戦が本格化、核、そしてそれを発射するミサイル技術の開発競争が始まります。1957年10月4日、ソ連は世界初の人工衛星スプートニク1号の打ち上げに成功。そのロケット技術を見せつけ、世界に衝撃を与えました。1961年4月12日にはソ連が初めての有人宇宙飛行を実現。ボストーク1号に搭乗したユーリー・ガガーリンは最高高度 302km、 時速 27,400km で地球の軌道上を楕円形に一周。開発競争に遅れを取ってしまったアメリカ、ジョン・ F ・ケネディの強いリーダーシップに運命を委ねることに。But why some say the moon? Why choose this as our goal? And they may well ask, why climb the highest mountain? Why 35 years ago, fly the Atlantic? Why does Rice play Texas? We choose to go to the moon. We choose to go to the moon.Choose to go to the moon in this decade and do the other things, not because they are easy, but because they are hard. Because that goal will serve to organize and measure the best of our energies and skills. Because that challenge is one that we're willing to accept, one we are unwilling to postpone, and one we intend to win, and the others too.1960年代に人類を月に到達させるというアポロ計画が始動。最初の難関は十分なパワーを持つロケットの製造でした。そこで始動したのがフォン・ブラウンに任せられたサターンプロジェクトです。初代のサターン I は主に第1弾の性能を確認するために10回の飛行をしました。その後サターン IB はアポロの技術の確認のため9回打ち上げられました。そしてついに人類の生み出したロケットの中でも最もパワフルなサターン V が誕生。アポロ計画の打ち上げのほとんどで採用されたのが自由機関軌道。地球と月双方の重力を利用することで燃料を大幅に節約できる方法です。当時月面の硬さについてはいくつかの説が存在しました。
その説の立証のために NASA はサーベイヤー計画を実施。1966年から1968年にかけて7機の探査機が月へ送り込まれました。軟着陸ができるかどうかの調査や将来的な計画のための月面の画像収集が必要だったためです。探査機の開発はジェット推進研究所が中心となって行い、いずれの探査機も地球に帰還しない計画でした。サーベイヤー3号の一部は後にアポロ12号の宇宙飛行士により地球に持ち帰られました。NASA の技術者であるジョン・フーボルトは月軌道ランデブーという別の構想概念を提唱しました。宇宙船は宇宙飛行士が搭乗する指令船、空気と燃料を積む機械船、そして月着陸船で構成されます。フーボルトは NASA の上官そしてフォン・ブラウンに対し月軌道ランデブーの採用を粘り強く説得しました。1969年7月16日、ついにアメリカは月へ着陸する準備を整えました。それまでには多くの費用を投じ、計画のすべてのフェーズの実証が。アポロ1号では発射台での訓練中の火災により宇宙飛行士が命を落としました。アポロ4号、5号、6号はロケットと月着陸船の性能を確認するための無人ロケットでした。そしてアポロ7号、8号、9号、10号は有人で行われ、月面着陸のための全ての操作の確認がされました。太平洋時間午前8時32分にケネディ宇宙センター射程39より、ニール・アームストロング、バズ・オルドリン、マイケル・コリンズを乗せたアポロ11号が打ち上げられました。発射から2分30秒後にはサターン V の第1弾が時速 8600km の速度でロケットを高度 61km まで上昇させました。ここで5つの F1 エンジンは停止し、第1弾は切り離されます。続いて第2弾のエンジンが点火し、ロケットは地球周回軌道に到達。燃焼が終了すると第2弾も宇宙空間に切り離されました。2時間半後、いくつかの確認がなされた後、第3弾がロケットを月へと向かう軌道に乗せました。発射から3時間後、月へ向かう途中で宇宙飛行士たちはとても難しい作戦を実施しなければなりませんでした。サターン V の第3弾から月着陸船を切り離す作業です。これは宇宙飛行士が手動で実施しなければなりませんでした。この状態で指令船と月着陸船はさらに70分間月に向かって飛行しました。This preview is for evaluation only and cannot be used for public screening.衛星に近づいたところで機械船のエンジンが点火し、宇宙船の速度を落とし、月の軌道に乗せました。This preview is for evaluation only and cannot be used for public screening.
発射から100時間後、アームストロングとオルドリンは月着陸船に乗り込み、コリンズを司令船に残し、船体を切り離します。降下中、宇宙飛行士たちは着陸する表面が画像で見ていたよりもかなりゴツゴツしていることに気づきました。また機内のコンピューターはヒューストンが計画に支障がないと判断していた2つの警告を発しました。アームストロングは宇宙船をセミマニュアルに切り替え、燃料の残りの持ち時間たったの25秒というところで、7月20日グリニッジ時間で20時17分に月面に着陸。着陸から6時間半後の2時57分にアームストロングは月面に降り立ち、人類にとっての大きな飛躍を遂げました。その後、間もなくオルドリンも降り立ち、月面の風景を壮大なる荒れ地と表現。This preview is for evaluation only and cannot be used for public screening. 彼らは膨大な量の船外でのミッションを行う必要がありました。旗を立て、大統領執務室へ電話をし、月面の岩のサンプルを採取し、月面調査のための測定装置、RCEPを組み立てなくてはなりませんでした。そこには現在でも地球と月の間の距離を計測するために使用されているレーザー反射装置も含まれていました。宇宙船の離陸時に損傷しないよう、RCEPは月着陸船から100メートルほどの距離に設置されました。RCEPは地震計、磁気探知機、イオン計など様々な計器で構成されています。船外でのミッションは合計で2時間半にも及びました。月着陸船へ戻った後、宇宙飛行士たちはドアが小さすぎたため問題に直面しましたが、やがて地球への帰還準備が整いました。離陸時刻は17時54分。約4時間後、司令船と月着陸船は軌道上で合流し、地球への帰路に。この間、月着陸船と機械船は不要になったため、宇宙空間に切り離されました。離陸から195時間後、1969年7月24日、司令船は大気圏に再度突入するための難しいフェーズに突入しました。摩擦により船体の温度は2700度まで上昇し、それによって3つのパラシュートが開くのに適切なスピードまで減速。
日の出の少し前に宇宙飛行士たちは太平洋上ウェーク島から2660km 東、回収艦である航空母艦ホーネットから 24km の距離で着水しました。宇宙飛行士はヘリコプターに乗り帰還し、宇宙船は船で搬出されました。現在ではワシントンの国立航空宇宙博物館に輝かしい日の記念として保管されています。This preview is for evaluation only and cannot be used for public screening. Mirai ni machi ukeru koto wa dare ni mo wakarimasen. Apollo 11 号の功績は私たちを新たな開拓へ駆り立てることでしょう。そして将来的には月に行くことは冒険ではなく楽しい旅行になる日も訪れるかもしれません。